はいどうも皆さんこんにちは、ゆきおです。今日は太陽の勇者ファイバードのおもちゃの4体合体スーパーガーディオン、これで遊んでいこうと思います。箱の大きさはこのペットボトルを参考にしてください。はい、箱の天面上ですね、こんな感じ。下はこんな感じ、もうファイバードシリーズ共通ですね。で、側面4体のロボットのそれぞれビークルモードとロボットモード、反対面はスーパーガーディオンのおもちゃの写真ですね。裏面は、合体シークエンスなど書かれております。ファイバードの番組説明から始まって、ガードスター、ガードファイヤー、ガードレスキューで、その3体が合体したのがガーディオン、こちらになりますね。さらに、4人目の戦士ガードウィング、ガードチームの4人が合体、最強のスーパーガーディオン完成。最強すぎですね。はい、ガーディオンにこのようにガードウィングのパーツが合体して出来上がるのが4体合体、こちらのスーパーガーディオン。では早速中身を見ていきましょう。はい、中身のレイアウトはそれぞれこのようになっております。ガードスター、ガードファイヤー、ガードレスキュー、そしてガードウィング、このそれぞれ本体ですね。武器に関してはこれがガードウィングの武器、こっちからガードファイヤーの武器とバックパック、これはガードスターの武器とバックパック、これはガードレスキューの武器とバックパックになってます。そしてこれはスーパーガーディオンの顔パーツですね。はい、そして紙類、まず後期版のカタログ、シール、ガードスターシール、ガードウィングシール、ガードレスキューシール、ガードファイヤーシールとなっております。そしていつものアンケートはがきで、説明書は、ガーディオンの3人のまとまった説明書と、あとガードウィングの説明書が入っております。説明書の内容はこんな感じですね。ガードスター、ガードファイヤー、ガードレスキューと、ガーディオン、これ一つにまとまった紙になっております。はい、こんな感じです。裏面はガーディオンへの合体方法ですね。はい、そしてこちらがガードウィングの説明書、裏面はスーパーガーディオンへの合体方法ですね。はい、今回紹介した本体は新品なので紹介はここまでにしときたいと思います。こっから使うのは、僕がいつも使っている遊び用のガーディオンですね。ですね、一部塗装している箇所があるので製品版とはちょっと違うんですけど、その辺はご了承ください。はい、では初期メンバー3体を1体ずつ見ていきたいと思います。ガードチーム出動。はい、まずはガードファイヤーです。全体はこのようになっております。消防車というかはしご車なんですかね。そしてこれが武器で、こっちがバックパックになります。これらはですね、ビークルモードでは基本余剰部品になるのですが、一応余剰部品が気になる方はつけておこうと思えばつけておくことはできます。劇中でビークルモードの時にこれをつけとったイメージはあまりというかないですね。はい、武装消防車ということでつけておくことはできますね。車輪が片側3輪、計6輪ついていますので、コロ走行は可能です。はい、次はガードレスキューですね。こちらがガードレスキュー本体。そして、武装ザック。で、武器が2つですね。
一周回ってみるとこんな感じです。これもコロ走行可能ですね。武装ザックも一応余剰なしでつけておくことはできるんですが、3体のうちで一番強引な接続方法ですね。こうサイドにつけて、一応これで武装救急車モードみたいですけど、かなり収まりは悪いですね。仮に武器を一つ反対方向へつけても、まあ大して見栄えの良さは変わりないような気はします。こんな感じでしょうか。はい、次はガードスターですね。アメリカンなパトカーですね。全体はこんな感じです。これもコロ走行は可能です。武装ザックはですね、この車体後部にマウントしておくことができます。武装パトカーこんな感じです。それでは3体それぞれ変形させていきたいと思います。まずはガードファイヤーからバトルアップ。はい、まず車体後部のパネルを下へ下ろします。そして車体後部をそのまま下へ持ってきたら、これが足になります。バックパックですね、これを畳んで、そしてはしご部分を展開、これが腕になります。チェンジガードファイヤーバトルアップ。これも車体後部を下へ下ろしてつま先を展開、足をちょっと開いて、これを左右に開きます。そして腕を下に下ろしてパトライトを左右に展開、そして天井部分を開いて顔を起こします。チェンジガードレスキューバトルアップ。まずはサイドのドア部分ですね、ドア部分を展開します。これが腕になります。車体後部を下へ下ろします。つま先を出して足を開く、そして腕を展開してドア部分ですね、これを斜め45度そしてここにジョイントがあるのでかませます。最後は顔を展開して反転、チェンジガードスター。はい、ガードチーム3体それぞれはこんな感じです。ガードスターだけちょっと背が低いみたいですね。次は、ロボットモードで武装ザックを装備していきます。まずはガードスターか、はい、背中のジョイント穴に武装ザックを装備します。そしてこのレバーを上に上げるとヘルメットが展開します。これ前から見てみましょう。メットオン。はい、次はガードファイヤーです。この背中の溝ですね、ここに
武装ザックを装備します。そしてこれも同様に、ここのレバーですね、これを下に引けばヘルメットが展開されます。メットオン。はい、次はガードレスキュー。背中にある2つのジョイントにサックを装備します。そしてこれも同様にここのレバーを下へ倒せばヘルメットが展開します。メットオン。はい、メットオン後の、全体像はこんな感じになります。メットをかぶることでやっと顔の大きさがいいバランスになったような感じですね。メットなしでの顔はちょっとちっちゃかったですね。ファイバードシリーズはそうですね、武装っていうのは一つのキーワードなんでしょうか。はい、それではガーディオンへ合体させていきます。ガードチームフォームアップ。まずは全員の武装ザックを外します。はい、次は顔を収納します。そしてつま先も収納して足も閉じます。そして腕をまっすぐ下に伸ばしてドアも下へ持ってきます。そして、後部はですね、一度パトカーの状態に近いところまで戻します。こうですね。そしてパトライト、これを前へ回転させます。はい、これでガードスターの合体準備完了です。はい、次はガードファイヤーです。これがかなり奇抜な変形をしますね。まず顔をこの位置まで持ってきます。そしてバックパックを上側へ、そしたら胸パーツを開きます。そして天井部分ですね、ここも開きます。そして下半身を上へ持っていって胸パーツを閉じます。そしたらこのまま本体を真っ二つに開いてここのジョイントを閉じます。これを反転させると腕とボディの完成です。これでガードファイヤーの合体準備完了です。次はガードレスキューの合体準備です。まず救急車の状態へ戻します。そして、フロント部分ですね、ここを展開します。はい、この状態で真っ二つに割ります。これでガードレスキュー合体準備完了です。はい、合体準備ができたら、ガードファイヤーとガードレスキューを合体させます。このジョイントですね。はい、ガードファイヤーとガードレスキューを合体させたら次はガードスターを合体させます。脇の横のこのくぼみにですね、ガードスターの腕とドアを差し込みます。そして同時にこのポチをですね、ここに開いてる穴に、この穴にですね差し込みます。こうですね。そして穴に差し込む。はい、そしたら、パトカーの車体後部を後ろへ持ってきます。そしてバックパックにします。そしたら天井の部分を前に起こしてフロントガラス部分を下に倒して固定します。そして顔を反転させて
三体合体ガーディオン。はい、ではガーディオン一周見ていきましょう。かなりマッシブでかっこいい体型ですね。可動箇所は肩がほんのちょっと動くぐらいですね。あとは肘は90度、そして、太もものクリックはこれが直立状態ですね。これはファイバードやがサンダーバロンと違ってちょうどいい感じな角度ですね。そして膝は一応これぐらい曲がります。足首は可動なしですね。はい、ガーディオンの状態ではこの武装ザックは完全に余剰部品なので、もうあとはトランスプレイで好きなようにつけるしかないですね。まあこんな感じで武器に見立てて持たせておくのが無難ではないでしょうか。顔のアップはこんな感じになっております。はい、ではここからは4人目の追加戦士ですね。ガードウィングと言います。ジェットヘリということですが、架空のマシンですね。警察、消防、救急と来てジェットヘリということは何でしょうね。海上保安庁でしょうか。はい、全体はこんな感じですね。上はこんな感じです。下はこんな。そして4人目の選手には武装ザックはなしです。それではロボットモードに変形させていきます。バトルアップ。まずテールローターを取り外します。そして、本体の上と下を分離させます。機首部分を取り外します。そしてローター部分を一旦外してこちら側へ合体させます。元についておったところはここですね。上に移動させた感じですね。そしたら本体の下半分をサイドを開きます。そして腕を展開します。足を伸ばして2つに割る。つま先展開からのかかと展開、そして胸に機首パーツを装着、そして背中に、機体上半分を合体させます。そして顔を出したら腕にテールローターを持たせて、チェンジガードウィング。はい、4人目の追加戦士ガードウィング完成です。一周見てみます。合体パーツを背中に背負ってるんで、ちょっと後ろからの角は不細工ですね。ここはもう一段階折りたためるようになってればかっこよかったんですけどね。前からのスタイルはなかなかかっこいいです。それではスーパーガーディオンに合体させていこうと思います。ガードチームフォームアップ。まず武器を外します。機種パーツを外して背中のパーツも外します。そして腕を閉じてつま先かかと、そして足も閉じます。
そして肩パーツも閉じて足も縮めます。顔も収納。そしたら背中にある顔パーツを取ります。カバーパーツを起こします。起こしたら左右に分割。これで足パーツになります。本体上半分パーツはローター部分を取り外します。そして機首部分を腰パーツへ取り付けます。これで合体準備完了です。はい、そしたら、ガーディオンのかかとパーツを展開してガードウィングのパーツと合体させます。そしてラダーの部分をちょっと内側へ。そしたらここにジョイントが出てくるのでここにローターパーツを合体させます。そしたらラダーパーツを定位置に戻します。左右一緒ですね。ローターパーツを合体させてラダーパーツを定位置へ。そしたらこの胸パーツですね、ここの青いパーツにこのコの字型のジョイントをかませます。これで胸パーツ完成です。最後はこの顔パーツですね、このお面のようなパーツ、これをガーディオンの顔にかぶせます。4体合体スーパーガーディオン。トランスプレイの武器を含めた全体像はこんな感じになっております。全体見てみます。下駄っていうのはいいですよね。下駄合体は大好きです。はい、全体こんな感じです。顔のアップはこんな感じになっております。いわゆるお面の顔ですね。ヘルメットではなくて前半分しかないというちょっと面白い構造になっております。そのせいでね、横から見るとかなり平べったい印象ですね。真正面から見るとかっこいいんですけど、ポーズつけるとしたらこんな感じでしょうかね。以上、太陽の勇者ファイバード4体合体スーパーガーディオンの動画でした。これ以外にも勇者おもちゃの動画をいろいろ上げております。これからも上げていきます。もしよかったらチャンネル登録やコメント高評価などいただけると、今後の励みになりますのでどうかよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ゆきおでした。